はい、SR400 3型 RH01J のイモビ仕様のカフェレーサーの紹介です。はい、今回はですね、このカフェ、これぞカフェです。はい、あのカフェレーサーというのはですね、そもそも何かというとですね、昔イギリスとかあっちの方で、ですね、ロッカーズカフェっていうんですか、ジュークボックスが置いてあって、ロックがズンチャカ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 じゃないな、リロリロウィーンかなって感じで、それはメタルか、流れてるところでですね、ジュークボックスにワンコイン入れて、それが曲が一周終わるまでに走って戻ってくるというですね、遊びが流行ったと。バイクでやる遊びですね。でその時に、そこに集っていたバイクに多く見られた仕様がカフェ仕様ですね。なのです、だから本当に走ってた人と、だそういうふうに見た目だけ真似してやってる人ってまたちょっと違うと思うんですけども、そのオリジナルというか、まあ、純粋にその時代のカフェと今言われているカフェっていうのは若干違うんですよ。一人歩きしちゃって変化しちゃった嫌いがあるんですけども、その中でこの仕様というのがオリジナルのカフェにかなり近いです。はい、皆さん、検索でネットの検索でですね、ノートンカフェって調べて画像で Google で出してみてください。そうするとこれに形が非常によく似たバイクが何台か出てくるはずなんです。特にこのタンクですね、こういう形になっているものが非常に多く出てくるんですね。で、1点だけちょっと違うかなっていうのがマフラーですね。キャブトンマフラー、ノートンはキャブトンじゃないです。キャブトンマフラーが出てくるのはですね、あっちです、トライアンフの方が多いんですね。はい、ただトライアンフも、カフェレーサーの中としては非常にメインを占める車種であったので、このカスタムっていうのは間違ってはいない、間違ってないというか、まあ、これそのものズバリなんですよね。はい、まあ、ここに見えるですね、ダミータンク、ダミーのオイルタンク、これダミーです。はい、本当のオイルフィラーキャップはここにあるんですけども、これダミーなんですけど、まあ、これも当時の仕様、当時のオートバイの仕様に非常に似せて作っているっていうあたりがですね、非常に再現性が高くていいなというふうに思います。はい、あまりそのなんていうんですかね、細部にこだわるあまりオリジナルのまあ、改造車にオリジナルはないと思うんですよ実際。ただ当時の多く見られた仕様から離れたもののカフェたちからしてみたら、これは非常に よくできてるんです。ただこの仕様にするにはかなりお金がかかるんです。本当に実を言うと本当にかなりお金かかります。まあ ざっと何十万円って感じでしょうね。はい、何十万円っていうのはかかると思う。まあ明確には言わないですけども、じゃあどっから言っていこうかな。じゃあ後ろから一周してみましょうか。まずシート、はい、これ、まあ、一応2人乗りできるんですけども、まあ、セミダブルセミシングルっていうんですかね、はい、そのちょっと中途半端な、短くて薄いシート、これは多分ペイトンプレイスかなんかなと思うんですけども、で、フェンダーレスをしていながらも、きちんとですね、泥が入らないようにここにマットガードがついています。でフェンダーレスキットと、テールランプですね、それから車検対応にリフレクターがちゃんとついてて、ナンバーステイもアルミのしっかりしたものがついています。で小型のこの砲弾ウインカー、それからこれはあのフックですね、フックかけられるようにしてあります。でそれからグラブバー、このグラブバーがちゃんとついてないと、2人乗りができないということで、車検上の乗車定員が1名になっちゃいます。はい、で、ショックはこれはノーマルなのかな、でもノーマルにしてはちょっと短く感じるんですよね。うん、ノーマルだと思いますけど。はい、で、タイヤはメッツラーの、純正指定のタイヤを使ってますね。それからこのキャブトンマフラーは WM のマフラーです。これとっても高いもんですね。で音は静かです。静かに抑えられているいいマフラーで、珍しいバッフルの形してます。これ見てください、ね、こんなのがついてて可愛らしい、はい、珍しいバッフル。でそれからバックステップ、これも WM かな、 WM ですね、はい、WM のアルミバックステップがついていて、
でさっきのダミータンク調のサイドカバーで、吸気系はノーマルのままを維持してます。これ非常に好感度高いです。みんなねパワーフィルターとかに直キャブ仕様にしちゃうんですけども、それやっちゃうとですね、指導性悪くなるわ、雨の日乗れないわ、フケがおかしくなるわ、調整必要だけど調整してもうまくならないわで、その辺とってもですねやりづらいバイクになるんです。でこれがそのままなってて、キャブレターも純正のキャブで、綺麗な状態で保持されている。指導性が良くなってですね、燃費もいいまま、非常にこれはスムースな良い仕様になっていきます。大口径のキャブ、TMR とか FCR をつけちゃうとですね、確かに見た目のパワーは上がるんですけども、ガックンガックンして乗りづらいバイクになってアクセルワークがシビアになるんですね。それがいいっていう人もいるんですけども、まあ普段乗りだったらですね、あまりそういう極端な仕様にしない方が僕はいいと思います。はい、なんかチャラいイメージですよね。で、こっち、これがですね、ショートのキックペダルで、ショートであるのと、この曲曲がりがですねノーマルよりも出てます。というのはオフセットしてるんです。オフセット、非常にオフセットするキックですね。要はペダルを変えるとですね、畳めなくなっちゃうんです。だからオフセットしたキックペダルが必要になると、そういうことですね。はい、で、ここの継ぎ目がですね、僕結構気に入ってるんです。でっかいこの何ですかね、バンドがなくてですね、実際ここの精度だけでちゃんと締めてて、ここキュッて締めてればちゃんと元にあると、これ非常に僕いいなと思うんですけども。で、エキパイはノーマルでしょう。はい、綺麗ですね。全然これ走ってない感があります。はい、で見たままのこのノートン調のアルミタンク、これ高いんですよ。これめっちゃ高い、本当にもう嫌になるぐらい高いです。中古でも6、7万するんじゃないかな。で、ハンドルですね。ハンドルはこれどこのだろう、メーカー名書いてない、いつものキスではない。ここにメモリがついてますね。はい、何かが調整できるようです。はい、で、よくこうやって、セパハンにするとですね、バーハンが付けられる、普通についているこのトップブリッジを変えちゃう、潰しちゃうパターンが多いんですけども、そうするとキーを移設せざるを得なくなります。要はキーの穴がないん でこいつはちゃんとキー、ここにキーを残したまま変わってます。はい、なんでキーがここにあるといいかというとですね、キーにはハンドルロックが付いてるんですね。はい、キー移設するとハンドルロック効かなくなっちゃうんです。なのでキーはここにあった方がよろしいと。はい、で、それからフロント周りですね、いきましょう。でハンドル交換してあるのに、伴ってですね、このようにライトステーがアルミのものに変わって、ウインカーもリアと同じで、フロントフェンダーはノーマルですけども、このようにナンバープレートの加工がしてあります。これ昔のナンバープレートです。昔はこうやってトサカみたいにナンバーやってたんですね。はい、で、ホースはブレーキホース、これゴールド、ゴールドなんとかかな、ゴールドエクスペリエンス、そうゴールドリッチですね、やっぱりのブレーキホースですね。これちょっと高いやつです。はい、エクスキューズミー。で、メーターとヘッドライトは純正のものを使ってます。これ私非常にこれ嬉しいんですよ。なんでかっていうと、ヘッドライトがちっちゃいやつになってると車検通せないんです。通すときにわざわざこれに変えないといけないんです。だからこれがちゃんとついてるのはいいなと思うし、純正のヘッドライトっていいですよ。いいものだ、これはいいものだ。純正のヘッドライトのレンズがですね、割と綺麗に就航してくれるんで明るいです。はい、なので僕は純正のヘッドライト、自分のバイクもそうですからね、純正のヘッドライトをおすすめします。でも純正のヘッドライトで純正のフロント周りだとなんかちょっと芋臭いよねっていうので、ライトステーをこれにしてですね、この辺すっきりと収めてる。でなおのことミニメーターが悪いとは言わない。でもミニメーターはやっぱり車検通しづらいんですね。はい、スピード合ってないかもしれないというのも時々あります。それで車検通らないことはないんですけども、純正メーター、特にイモビ仕様になってからはですね、純正メーターに求められる機能っていうのが増えました。イモビのライトもそうですし、エンジンチェックのランプもついてます。で、ニュートラルハイビーム、ターンライト、それ昔からですけどもね、それもついてますし、
純正メーター僕あまり格好悪いとは思わないんですよ。結構綺麗だし僕は好きなんです。はい、自分のバイクももちろん純正メーターになってますよ。はい、わ VT だ VT だ、しかもホワイトベースの トレーナーを着ている今の人びっくりした。 あれと同じ VT が走ってきてホワイトベースのトレーナーを着てびっくりした。あ、戻ってこない、誰だろう。ええ、でですね、そうメーターあの純正で綺麗なのがついてます。であと一つだけ皆さん本当にごめんなさい申し訳ないんですけども、このメーター新品なんです。見てください。はい、まだ900メートルしか走ってないという新品なんですね、メーターが。まあ、中のメーターユニットが新品なんだろうな。ケースは新品じゃないかもしれないけど、まあそれでも綺麗だけど、なんです。だから、まあグーバイクとかではですね、走行900、0.9 キロとかなってると思うんですけども、メーターが交換されています。まあ悪い言い方してみましょうか。メーター改ざん車両です。はい。メーター交換車両です。非常に悪い言い方していました、でもカフェ仕様の改造車なんてメーターなんかミニメーターになってればそれが1万キロで1万5千キロだったらね、ミニメーターですかね。 そもそも変わってるわけだから、そんな走行距離信憑全くないわけで、改造車でついてるメーターがそもそものメーター、こんなだって外しやすいところについてるメーターがですね、そもそものメーター距離だって思ってる人なんか絶対いないわけなんです。はい、で逆に言うとこういった改造車をこう買おうと思ったあたりでついてるメーターの距離を気にする人は こういうフルカスタムの改造車買っちゃいけません。はい、で、じゃあこれどのくらい走ってんのかなというのをですね、まあ、推察する、まあ、車検証走行距離どんくらいだっけ、 1万2万、まあ、1、2万だと思うんですけど、だいたいこういうとこ見ます。はい、こういうとこ触ります。こういうの触ってみて、ああ距離どんくらいかなと見るんですけども、まあだいたいこの感触だとまあ行っても2万キロちょっとじゃないのかなという感じです。はい、であとはエンジンの音ですね、かけてみましょう。まあだいたいエンジンの作動音を聞けば状態がいい悪いっていうのは素人目に見ても絶対わかると思います。はい、すぐにかかるんです。圧縮がしっかりしているからいいですか。あの今デコンプ握ってますよ。こうやってシュコシュコシュコ軽く、はい、この程度でかかります。今ほとんど力入れずにキックしてるんですよ。それでもかかっちゃうってことは圧縮がしっかりしてるんです。で変な音もしないで、ダブルエムのサイレンサーで音は静かです。はい、どうですか。今の一瞬でエンジンかかってこんなすぐ安定してしまったわけですね。はい、で今みたいにまあやる気なくキックしてもかかるんですけども、じゃあやる気を込めてキックしたらどうなるか、まずまたがってキックインジケーターが見えない、完全に隠れてる。キックインジケーター見えないですね。でそういう時はどうしたらいいか、なんかそうだな、どうやろう、ちょん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 ってやってこう当たりが高いところで、デコンプレバーを握り、一番下に行くのと同時にデコンプレバーを離す。はい、こんな感じです。どうですか。あ、ちなみにあのフューエルコックはノーマルです。はい、あとまあでもあちこち綺麗なんだよな。チェーンも最近変えられた痕跡があるし、うん、まあ外見もここまで綺麗で磨かれているオートバイ、おそらくは、屋根下カバーもしくは室内保管であったと思われます。はい、もう分かるんですよね。外にずっと出しておくとですね、こういう変なところに葉っぱが生えてたり泥水溜まってたりするんですよ。錆びるし、こういうのとかも錆びてきちゃうんですね、外だと。こういうのとかもね、そういうのがないんで、カバーか室内か、壁はなくても屋根はあったところに保管されてたんじゃないのかなというふうに思います。はい、そんな感じですね。うん、まあカフェレーサーっていうのかノートン仕様っていうのか、うん、
非常にオリジナルに忠実な綺麗で、きちんとカスタムもされた SR400 カフェレーサーです。はい、まあ3型にしてはですね、うちの価格設定としては、まあ、他と比較すると、他今まで出してたものから比較すると、ちょっと高めかもしれないです。ただ、その価値は十分以上にあります。確実にあります。で、もちろん車検もつきますし、基本的なメンテですね、オイルとかバッテリーとかプラグとかですね、トーカー類、それから、まあ、車検を取るに伴って、やらなければいけないこと、そういったことはうちの方でやりますので、それがすべて揃った店頭乗り出しの価格が今、バイクロスグーバイクに表示されている金額です。はい、多分ここまでの仕様のオートバイ、ここまでの仕様のカフェレーサーっていうのはもう出ないと思います。言い切ります。はい、今まで出たことがないので、依頼でカスタムしたことはあっても、ここまできちんともうやってて終わってるっていうものが出たことっていうのは一度もないんですね。はい、なのでおそらくまあ似たようなものにしても、ここまで綺麗できちんとされているものはもう多分出ないでしょう。はい、なので、皆さんの大切な一台としてですね、乗り換え需要の来ないバイクとして、これいかがかなと思うんですけども、どうでしょう。はい、そうですね、もうだいぶあったかいです。おそらく SR に乗って走ると気持ちいいんじゃないかなと思います。どうぞよろしくお願いします。